こんにちは、春風ツアーです。今回は紋別空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。オホーツク紋別空港を13時5分に出発いたしますと、クラクフへは翌日の朝9時55分に到着いたします。時間の後ろにプラス1とついているのは翌日という意味です。日本国内では羽田空港を経由いたします。羽田を出発いたしますと、ドイツのフランクフルトに向かいます。ここで航空機を乗り換えて、そしてクラクフに入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。ポーランドへのご旅行につきましては、クラクフをはじめどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回はオホーツク紋別空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。